はい、今日はメンテナンスが終わったので新2段拡張カードパック占いやっていきましょう。なんですけど、あんまりね、お金がね、新2段出てからそんなに日が経ってないんで、お金が G が溜まってないんで10パックほどしか向けない、はい、で新3段が出るんでね、それに対してゴールドも取っておきたいしね、なんで軽く引いて終わりという感じですね。でカードパックで、まず1枚もらってますね。はい。チケットで1枚もらってます。そっから行きますか。まず無料、1日無料から行きますか。引っ張ろう。こっからも出る可能性があるらしいですよ。さあ、何が出るかな。さあ、X カードとか来たら当たりなんだけどな。さすがに来ない。ただの時計坊主。ダメ。普通のカードパックにも拡張カードが出るそうですね。こっちから見ていこう。これが2個だけあるんで。これ闘技場でもらったチケットだね。使わないでよかったね。取っといて。チケットで2パック購入。はい。さあ。なんか拡張カード来てくださいよ。なんでもいいですよ。なんでもいいですよ。いいですよ。来ないね。来ないね。はい。来てください。さあ、どうだ？特になし。出る気配もなし。これはちょっとひどいな。じゃあ、疾風の女盗賊カード。これで、盗賊。のレジェンドレアを入手すると、アナザーリーダー、ゲルダが手に入るという感じですね。ゴールドで10パックいって、チケットで1パックいって、終わりにしましょう。頼みますよ。一発でレジェンド来い。ダストンとか持ってないよ、僕。来そうもない。来そうもない感じでしたね。ズーボ。来ねえな。X カードでもいいよ。X カードでもいいよ。女戦士でもいいよ。冒険者でも。闇の魔人。岩石落とし。来ねえな。来ねえな。来ないと動画にできないぞ。2万活躍する可能性あるかな。うわ、何も来ねえな。1枚ぐらい何か来てくれてもいいんじゃないですか。来てくださいよ。ニューが0枚。6。全然ダメだね。さあ。期待してますよ。期待してますが。来ないね。8パック目。ブリザード。ゴッドライダー。いやー、来ないで終わるかな。なんか来い、来い。当たり。1枚ぐらい。来ないね。これは、パック引き損。いらない系。来た！1枚来た！おー、ワルフォー。このカード見てみましょう。魔剣士のカード。前列にいる場合、ターン終了したプレイヤーの場に、21の魔王の卵を1体出す。あー、なるほどね。はい。まあ、1個来たから、それでも、よし、あ、これ、今盗賊のが来てればゲルダがもらえたんだ。いや、10枚で1個来たから、まだよしとしましょう。よかったよかった。でもちょっと使いそうもないね。はい。レック魔剣士に対して、これが、果たして、アンチカードになるか。あ、このアイコンは嬉しいね。110受け取った。
で、あと1枚ログインボーナスでもらってるんで、これでチケット買いましょう。これでもしかして来たりしてみたいな。まあ、ワルボー来ただけマシか。よし。さあ、もう1枚来てくれ。X カード、X カード。ホイトビートいらないよ。全然ダメですね。はい。まあ、1個当たったってことでよしとしましょう。魔剣士デッキを作るかな。魔王魔剣士。でも次、時短で、魔剣士の、アンチヒーローのゾーマはなくなっちゃうんだよね。さあ、ギルドの皆さんはどうでしょうか。見てみよう。なんか当たった人いるかな。ミリーユ。欲しいのが来ない。伝説の勇者。伝説の勇者もしかすると、ああ、女伝説の勇者手に入れてる TBC さん。羨ましい。ミーティア姫。羨ましい。ジュリアンテ。なんでこんなに。ヒロさんはミーティア姫でジュリアンテ。サンチョは別に。までだな。ビビアンも出てるヒロさん。すっげえ羨ましい。が、バーモスゾンビ。いらない。いや、昔か。フォローしてみた。サンチョ。アリアハンを、セティアそう。みんな結構レジェンド手に入れてるね。よし。ということで、僕はワルボーを手に入れました。え、見れる？羨ましいな、羨ましいな。こっちだよね。伝説の勇者はこれだよな。TBC さん、ちょっとみんなの恨みを買うぞ。はい。ということで、ありがとうございました。